皆さんこんにちは、ココアンズの竹迫です。今日もよろしくお願いします。じゃあ前の続きをやっていきます。前髪のアレンジができましたら、今度は一つ結びのポイントですね。一つに結んだ時、なんだか貧相に見えてしまう方、ボリュームの出し方がわからない方、大げさにならない簡単こなれ結びのやり方です。オイルやねワックスをつけてツヤ感を出してください。だけど串できっちり結んでしまうと今風な感じが出ませんので、手ぐしで結んじゃってくださいね。まず骨格に合わせ方、丸顔の方はねトップをふんわりですね。で薄めの遅れ毛でポニーテールなんか似合うと思います。で逆三角形の方、ハーフアップですね。顎ラインにボリュームを出すといいと思います。四角ベース顔の方、二重顎が気になる方はトップやサイドにボリュームを出すといいですね。でサイドをひっつめてしまうとですね、下がでどうしても目立ってしまうので、おもながさんも同じなんですけれど、縦が目立つのでこなれて少し横にボリュームを出すといいですね。で耳を半分隠すと良いですよ。はい、じゃあトップのボリュームの出し方ですね。でセンターパートですね、大人かわいい、またはキリッとエレガントな感じに使えます。結んでからですね、この辺りからコームでジグザグに取ります。ラフにこなれたい方はサイドを崩していきましょう。親指と人差し指は離さずにつまみます。サイド七三分けから分けてみたい方も、前髪から斜め上にジグザグコームで登りましょう。できましたでしょうか。そしてゴムの隠し方ですけれど、くるりんぱでやると便利です。以上です。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。どうか参考になられましたでしょうか。はい、まだねマスク生活もまだ続くかもしれませんので、はい、おしゃれを楽しんでお互い頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあまたお会いしましょう。バイバーイ。